はい、こんにちは、森です。今日は老現像編ということで、はい、やっていこうと思います。老現像編プラスインスタグラムのライブ配信を同時にやっていこうかなと思います。今のただいまの時間が21時26分23秒ということで、ライブ配信するのが21時半からライブ配信するっていうことで、今オープニングを YouTube の方のオープニングを撮ってるんですけど、今回の動画多分長くなってると思います。はい、すいません、先に謝っておきます。で、老現像編ということで何回か上げてるんですけど、老現像今回は全部のデータをいこうかなと思います。60枚ですね、ここで見る限り60枚。はい、でこの動画が上がってる時はもうお客様のところに、お客様の手元に、写真が今回現像した写真が行ってる状態っていう形になります。なので、まあ僕としてはお客さんが先にデータを見てほしい、もちろんそうですよね、お客さんが先にデータを見てほしいっていうことがあって、まあ、SNS に上げる際はお客さんにまず写真を見せてからインスタグラムに上げる、ないし YouTube にこういう感じで現像の動画を上げるっていう形に、しています。はい、なので東京駅で撮った写真何枚か、アップインスタとか YouTube で上げたかな、いや覚えてないんですけど、はい、東京駅で撮った写真の撮影中の動画があるんですけど、それはまだ現像が終わってないのでちょっと出せないっていう形で今しております。はい、まあ、ということで今21時28分です。はい、2分前ということで、まず早速1枚目、まあこの現像の画面をインスタライブで見せるわけではないので、現像は早速先にやっていこうかなと思います。多分もしかすると動画自体は1時間になってるかなって思います。正直申し訳ないっていう形なんですが、ぜひ、ゆっくり時間がある方は見ていただければいいかなと思います。はい、まあ、現像に関しては、まあ、お客さんのなんかこうイメージというかスタイルに合わせて僕は現像していってる感じです。インスタで見ていただいた方は分かると思うんですけど、ブライダルの写真はあの方はどっちかというとこうアンティーク調が良いっていうか、アンティークかヴィンテージ感の今の写真な感じが好きなお二人だったので、ああいう感じのデータに仕上げたっていう形になります。と言ってるうちに29分ですね。危ないですね、これ忘れちゃうとやばいので、ちょっと喋りながらゆっくり、やっていこうかなと思います。はい、そうですね、なのでまあお客さんに合わせた現像方法を僕は撮ってるっていう形になります。はい、なのでまあ皆さんもぜひ、まあ、なんていうんですかね、こう現像、まあまあ難しいですけど、お客さんに合わせるっていうのはすごい難しいんですけど、まあそれに合わせたように現像することで、まあ喜んでもらえるっていう形になるかなと思います。はい、まあ今回は、なんかこう今風の写真というよりも、まあ昔っていうか、まあちょっとカラフルな感じで現像していこうかなと思います。はい、55分、57秒、58秒、59秒、はい、30分になりました。ライブ配信接続中、ライブ配信中です。はい、ということで、まあインスタのライブを始めていこうかなと思います。ちょっとコメントを打ち込みます。はい、今日の撮影のデータ処理中です。今日の撮影のデータ処理中です。デフじゃないです。質問待ってますと。質問、あ、ごめんなさい、大きい声出して。質問、あ、質問を
質問待ってます。待ってます。OK。これを送信と。で、これを固定。固定っていうのはどうやんだっけ？あ、コメントを固定。はい、OK です。はい、ということで、まあ、やっていこうかなと思います。はい。まあ、現像がメインになるかなと思います。まあ、YouTube ちょっと長い動画になってしまうので、まあ、見られる方はなかなか少ないのかなと思うんですが、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、今回なかなか笑顔が出なかったんですが、はい。まあ、ちょっと笑顔を撮ることができたので、まあ、いいかなと思います。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。現像してます。現像というか、まあ、データ処理をしています。まあ、なかなかね、寒い、めっちゃ寒いんですよね。部屋が。かなり寒い。はい、こんにちは。こんにちはですかね。9時半なんですが、皆さん見ていただけるっていうのはすごい嬉しいですね。ぜひコメント皆さんしてくださいね。はい。コメントをしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。コメントしていただけるとそれを YouTube でこう話すことができる。今 YouTube 撮ってるんですけど、YouTube で話すことができるので、ぜひ、何でもいいのでコメントしてください。ヤッホーでも何でもいいんで、はい。ぜひコメントしていただければなと思います。色味が難しいな、この写真は。めっちゃ寒い。今、パーカーオンパーカー。YouTube の方ごめんなさい。パーカーオンパーカーで今、やってるんですけど。どうですかね。ミッキーのパーカーですね。はい。想像してください。YouTube の方は皆さん想像してください。ミッキーのパーカーっていう。グレーのミッキーのパーカーですね。これ何年もすごい連続で売ってるやつなんですけど。あ、ちなみに、YouTube の人用で言っておくと、今撮った写真は全部 XT3、富士フィルムの XT3 で撮った写真になってるかなと思います。はい。あんまりね、インスタライブに集中しちゃうと、YouTube の方がおろそかになってしまうので、そして、なおかつ時間がめちゃくちゃかかって、現像に時間がかかってしまうので、はい。現像がメインでいきますね。ごめんなさいね。はい。こんな感じかな。このお腹めっちゃ可愛いっすよね。超デブ。デブデブな感じの。はい。こんにちは、皆さん。はい、こんにちは。超デブな感じのやつがめっちゃ可愛い。この、なんていう、この年代だから許せるお腹ですよね、これね。めっちゃ可愛い。今回アイテム多めで撮影していきました。はい。今回アイテムはかなり多く使って撮影した次第でございます。非常に寒くて口が回りません。はい。めちゃくちゃ寒いです。部屋がめちゃくちゃ寒いんですよね。今帰ってきたばっかりで、帰ってきて今まだ何分だ ?40 分ぐらいしか経ってない感じなんで、めっちゃ寒いんですよね。視聴を始めまして、みんなウェーブって何なんだろう、インスタのウェーブって何なんですかね、あれ。よくいまいち分かってないんですよね。なんか現像が今風寄りになっちゃうんだよな、どうしても。こうじゃないんだよな、現像のあれが。赤。ああ、難しい。赤の感じとか、濃い感じでいきたいなと思うんですけど、どうしても今風の、はい、写真。これめっちゃ可愛いですね。これ、もう寝ちゃうっていう。寝ちゃう。太田さん、ライブ配信見てくれてないかな。LINE が来ましたね、今ね。はい。ちょっと通知送っときましょう。はい、終了していきます。今度、京都に行く、やつが、
今 LINE が通知が来てしまいまして画面に出てしまいましたね。太田さんライブ配信見てよ、あれなんてしないで、 LINE なんてしないでライブ配信見てよ。今画面収録してんだからちょっとやめてくれ。はい、あ、娘と見てます、ありがとうございます。はい、なかなか難しい YouTube をこう娘と見てますってコメントしてくれました、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そっか、今度ディズニーで、はい、お願いしますね。水戸行くときに水戸に頑張ってこう行こうかなと思いますね。はい、寒い、マジで寒い。手止めるなよって話ですけど、頑張ってやっていきます。仕事を頑張っていきます、やっていきます仕事を。多分1時間ぐらいかかるかなと思います。はい、ライブ配信 YouTube じゃない、インスタのライブ配信は確か1時間しかライブ配信できないと思うので、1時間きっちりやっていこうかなと思います。はい、水戸でも前幅になってます。はい、ありがとうございます。どっちも行きますね、どっちも行きます。夢の国でも行くし、いやもう、あれ今日なんかめちゃくちゃディズニー混んでたらしいですね、多分ね。なんかそんなストーリーが上がってた気がするな。なんかとんでも歩けないぐらい混んでたって言ってました。まあ、お、太田さん見てる？あのね、画面収録してんのよ今。LINE NG だから、LINE NG。太田さん LINE NG。まあ、通知送ったけど、大丈夫。送ったけど大丈夫だけど。YouTube、LINE、太田さんの LINE 上がっちゃうわ。なんか、京都のやつ。上がっちゃうわ。まったく。タイミングがすげえぴったりだったんだよ。それ先に言ってくれ。じゃないよ。マジでタイミングどんだけドンピシャなやねんって思った。だまあちょっと通知送ったけど、マジで、あれちょっと待って、あぶね、うわー、なんかヤフオクのなんか変なやつが来ちゃった。寒いんだよ、寒さが凍えるぐらい寒い。ちょっと大丈夫かな、見れてますか皆さん。ヤフオクがめちゃくちゃ来るんですよ、ヤフオクのなんか通知みたいな。見れてますかね、大丈夫ですかね。いやー寒い、もうそれにしても寒い。極寒の老現像編です。極寒のデータ処理中ですよ、極寒の中。いやー寒い。見れてるかな、大丈夫ですか、見れてますか皆さん。一応見てる人は2人になってるから大丈夫かなと思うんだけど。いやー本当に寒い。大丈夫ですかね。はい、老元祖、ごめんなさい、全く何もこっちで話してなかったね今。はい、インスタライブに集中しすぎてごめんなさい、 YouTube がおろそかになってしまっていますが、どんどんと現像を進めていこうかなと思います。はい、これも可愛いっすよね、これ外と中でアイテムを一応今回変えて撮影したんですけど、で途中から今皆さん気づいたか分かんないですけどカメラが 5D マーク3になりました。はい、ちょっとヴィンテージ風入れてみますか。ヴィンテージ風は前の動画で言ったようにここですね、こいつを入れて6を入れてオレンジに振ってコントラスト上げてハイライト下げてシャドウも下げると。はい、見れてる、よかった、ありがとうございます。あ、はい、こんにちは。風呂入ってくるわ。風呂入ってらっしゃい。こんにちは、こんにちは。めちゃくちゃ寒いです、この僕の部屋は。本当に寒くて死にそうですね。
YouTube のデータ処理、YouTube の現像編をやりつつ、ライブ配信をするというね。今日のデータ処理中、心臓が待ってます。あ、大丈夫だよ。寒い。にしても本当に。はい、こんな感じかな。はい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 。これにっこり笑顔でよかった。めっちゃかわいい。かわいく撮れてよかったです。はい。あ、撮影の感じとしては、シャッタースピードと、F 値だけ決めて、で、ISO 感度はオートで撮影しております。はい。ISO オートで撮影してる感じになります。はい。で、こっから多分全部もしかするとカメラは 5D Mark III に、なってるかなと思います。はい。で、小物をとりあえずめちゃくちゃ置いて可愛く撮影したいなと思って、まあ小物多めで撮影してます。クマさん置いたり、本置いたり、これガチ本なんですよ。ガチ本。ガチ本をここに置いて撮影するっていう。本当に、あ、やばい。またヤフオクが、ヤフオクが通知が行くっていう謎のあれなんですよね。ヤフオクの通知を消したいんですけど、インスタライブが止まっちゃうっていう、ね、謎の仕様です。はい。はい。ということで、ガチ本を持ってくんで、これオランダ語かなんだか、何語かわかんないですよ。書いてあって、すごく重いんですけど、全部このトランクに詰め込んで、まあ、撮影小物として持って行ってます。なので、まあ、インスタのストーリーとか見て、くれてる方は分かるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ、汚いんですよ、車の中が。車の中がもうぐっちゃぐちゃで、もう本当に、もう、マクドナルドで、こうか、ドライブスルーとか、まあ、するんですけど、その時に、マクドナルドの店員がもう、結構びっくりする顔で後ろを見るんですよ。で、多分それなんでかっていうと、普通に車がもうめちゃくちゃ汚いんで、撮影小物が多すぎてめちゃくちゃ車が汚いんで、それで多分めちゃくちゃ見られるんですけど、それってこういう撮影小物が多い方ってみんな一緒の考えって言ったらおかしいですけど、一緒なんですかね、どうなんですかね、皆さん同じであれしてんのかな、こういう気持ちで撮影小物を運んでるのかな、どうなんだろうすげえ面白い。これだって今同じ小物を使ってるかのように見えるんですけど、これ別ですからね、これね、これ上部屋で撮ったのは2階なんですけど、これベランダっていうか外で1階で撮影、1階っていうか、なんていうか、ガーデンみたいな、お家の外の庭があったので、そこで撮影したんですけど、ここに小物をこれ置くのと、プラスこっちにも小物。両方あったんですよ。だから結構な量がありました。めちゃくちゃ、持ってきました。部屋入らないよって言われるぐらい持ってったんで、めちゃくちゃ、物が多かったのかなと思います。はい。お客さんもびっくりしましたね。めっちゃ多いじゃんって言われましたもん、だって。そうですよ、今回めちゃくちゃに小物持ってきましたよって言いながら、こう、撮影したんですけど。これちょっとなんだ、オレンジが強いな。オレンジが強い。オレンジが強いのは、ここでちょっと調整できますね。さっと。肌が、ああ、でもいいか、いい感じか。で、周辺がちょっと減光してるので、これはなんとなく明るい方がいいかなと思う写真なので、まあ、周りを明るくすると。まあ、シンプルに明るくできますよね、これ。こんぐらいかな？はいはいはい。こんにちは。皆さん、こんにちは。ウェーブをやってくれてるのか、ウェーブを勝手に送られてしまうのか、ありがとうございます。はい。なんかここ青いですよね。多分、外の自然光の光が青く入ってきてるのかなと思います。はい。まあ、そこは、
最終データの時はちゃんと調整するかなって感じですね。ここあとここ抜きたいですね。ここ取りたいな。これ囲って囲って修正できますかね。パッと消えてる？消えてる？消えてない。もう一回やってみる。それいっちゃうと星いっちゃうだろう。こっちから持ってきて、さ。はい、皆さん、質問あれば質問くださいね。質問があればください。あ、消えましたね。完全に消えました。ありがとうございます。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは、こんにちは。今、一緒に YouTube の撮影もしております。はい。YouTube も撮影してるので、コメント書いていただけると一緒にできるかなと。一緒にできるかなってなんだよな日本語がもう不自由すぎるだろ、はい、ごめんなさいね。一緒にできるっていうか、まあ一緒にアップできるかなと思います。はい、明るさ調整してテクスチャ下げて霞の除去をちょっと上げようかな。はい、サイドはこんな感じで、またこれもね、周辺原稿がだいぶ暗いので、明るくします。はい。OK。で、これも同じようにここ消したいですね。消しましょう。トゥイト。ウィト。もう一回。トゥイト。トゥイト。OK。今一人ですからね、僕。一人でこれをやってますからね。テンションどんなになってんだよっていう。これめっちゃ笑顔でめちゃくちゃ良かった。本当に可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよ。もう本当に。もうね、ずっと撮影をさせていただいてるわけですよ。まあそんなこんなで。いやもう、その度、撮影をするたびに大きくなるっていうか、いやー大きくなったねっていう、もうそれがもう口癖みたいな感じになっているんですよね。めちゃくちゃ可愛い。本当にもう、なんて、もうなんか、なんだろうな。おじさん感覚で撮影してるっていうか、もう本当に、うわ、可愛いっていう風な感じになるんで、もうおじさんですよね。要はね。もうはい。完全に近所のおじさんみたいな。近所のおじさんで撮影してるみたいな感じです。はい。ありがとうございますね。いや、もう本当に。めちゃくちゃ可愛いよ。めっちゃ笑顔だし。これどうしよう。ヴィンテージにしない方がいいかな。あとで、最終の納品のデータの時にヴィンテージ加工したりとか、ちょっといろいろ遊びを加えてみますか。今回のデータに関してはちゃんとっていうか、色味を出して、納品っていうか、まあ、送ろうかなと思います。まあ、当日データっていう感じで、送れればいいかなと思ってる次第でございます。ちょっと今風入れて。うん。いいんじゃないですか？で、こっちから光足せばいいのかな？どうしよっかな。オレンジ減らして。霞がやりすぎてる。こうして露出だけ上げようかな。いい感じ。いい感じじゃない。いい感じじゃない。ちょっと見てみる。いい感じじゃないですか、これは。やっぱこう、表情が明るい、なんていうか、笑顔だから、表情を明るくした方がいいっすよね。はい、皆さん、こんにちは。寒いです。非常に部屋が寒いです。非常に寒いです。仕事をしながらライブ配信をしてます。僕が寝ないように皆さん、お願いします。質問をください。僕が寝ちゃうので、このライブ配信をしてないと、多分、眠って仕事ができなくなってしまうので、はい。皆さん、コメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ただ、今思うには、寒すぎて、寝れねえんじゃねえかっていう、それぐらい寒いです。本当に。パーカーオンパーカーで、はい、こんにちは。ありがとうございます。スタンプで手を振っていただきました。もうこれに、この写真に関してはもうイメージの写真ですよね。もうね。まあ、なんならここで切り取ってもよかったかなっ
ていうぐらいイメージの写真になるかなと思います。こういう感じでもいいかなと思います。ちょっとトリミングしてこれはやっていこうかなと思います。結構飛ばしてもいいかな。うん、かわいい。よっ。はい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 。寒いっすね。本当に今日めちゃくちゃ寒いっすよね。本当に。本当に本当に寒いっすよ。これインスタのライブ配信はまあまあこう見ながらみんな離脱しながらやるんですけど、YouTube のこの動画に関してはめちゃくちゃ多分皆さん見ないよな。こんにちは。はい。まあまあでも、まあそれでいいんですよ。僕 YouTube は見る人が見ればいいかなっていう動画を上げてるので、皆さん見なくていいんですよ。はい。何のためにやってんのって言われたらまあそれまでなんですけど、なんか自分のこう顔の記録というか、なんか面白いですよね。自分の顔が載ってるっていうのがもうその時点で面白いので、僕はそれでと YouTube を上げてるかなと思います。まあなかなかあれですけど、とりあえず自分が面白ければいいかなって思って YouTube は上げてます。はい。なんでそれ上げてんのって言われても、自分がこう記録したいから上げてますみたいな。別に広告収入とか欲しいとか、皆さん結構多分そこだと思うんですけど、広告収入が欲しいとかそういうあれは全くなくてですね、僕とりあえず自分が楽しければいいかなっていうので、YouTube はやってます。なんかもう絶対ダメなんですけど、本当はそういう気持ちで やるなっていう感じだと思うんですけど、トリミングしなくていいか、そういう気持ちでやるなよっていう感じだと思うんですけど、まあまあとりあえず楽しければ、自分が楽しいことをやりたいなと思って、まあ、やってる感じですね、僕はね。 YouTube に関しては、はい。まあなかなかみんな多分ね、本気でやれよとか、本気でやれよって言ったらおかしいですけど、やるならちゃんと やった方がいいんじゃないみたいな感じのことになるかもしれないですけど、まあちゃんとやるのはインスタだけでいいかなと思って、ちゃんとやるって言ったらおかしいですけど、なんだろうな、ちゃんとやる、まあでもちゃんとやってはいるんですよ。 YouTube ももちろんちゃんとやってて、毎日動画を出すって決めて、まあ、1年間やってみようかなと思って、まあ、動画を出してるんですが、まあ、一応ね、動画は 何日か遅れたことはありましたが、なくすっていうことはなかったので、まあ、一応上げ続けることができる、まあ、やり続けるっていうのが大切かなと思うので、まあ、僕はやり続けようかなと。多分1年間やって意外といけたので、まあサボり動画みたいなやつもありますよ、もちろん。こいつサボってんだろみたいな動画あると思うんですよ。もちろんディズニーの動画とか、あれも完全にサボりですからね。本当に、まあ、好きな人はまあいるんですけど、あれってなんだろう、置き動画なんで、とりあえず置いて撮ってるっていうだけなんですよ。はい。で、別に広告をつける、あれに広告をつけるっていうのもないですし、別にいいかなと思って、まあ、とりあえず上げてるっていう。本当はダメだけどね。本当はダメなんですけどね。ただ、あれディズニーが変わったのが、なんか著作権 OK ですよみたいな感じの通知が来るんですよ。で、あれこれいつから変わったんだと思って考えて、あれ上げ始めたんですけど、前はファンタズミックの動画を上げただけで バンっていうか、あれされてたんですよ。止められてたんですよ。この動画は上げないでくださいみたいな感じのことは言われてたんですけど、なんか意外と最近は、なんだっけ、著作権侵害の通知は来るけど、この動画は大丈夫ですよみたいな。なんていうんですか、ただそのこれで広告収入を得てるかどうかの確認と、あとなんだっけ、あれ、何回視聴回数があるかっていうのも見られてるそうなんですよ。
なんでまあその次第だと思うんですけど、今のところ別になんかこう著作権の侵害の申し立てっていう感じで来てるわけではないので、まあまあ、いいかなと思ってあげてる感じです。はい。で、前、イースターの時ですかね。イースターの時僕あげたら、この動画はアップロードできませんみたいな感じのことが来て、で、スロー再生にしたら、アップロードができたので、それでアップはしてたんですけど、でも今はもう何でもアップして OK みたいな感じになりました。はい。なので、まあ、全然いいかなと思って上げてます僕は。はい。なかなかねあれですけど、これみんないいのって思、多分みんな思ってるかなと思うんですけど、意外とOK だと、多分ミッキーじゃねえ、ディズニーが OK 出してるのかなと僕は思います。まあまあ分かんないですよ、分かんないですけど、ただ海外の曲を使ったディズニーの、やつだと今もまだダメなやつもあるので、ちょっとそこはチェックしながら見ないと分かんないかなと思います。なかなかね YouTube、その多分、スターブライト、花火系は、もしかしたらディズニーが NG 出してて、ダメなのかなと思うんですけど、それ多分、本家のディズニーが確か NG 出してるんですよね、多分。わかんないですけど。だから NG なのか、それとも、その曲で使われてる、なんか、ヨッホッホーみたいな、なんか、サンタさんの声の曲とかがもしかすると NG なのか、あ、いや、サンタさんの時じゃないですね、ハロウィンの時にアウトだったんだ、ハロウィンの時にアウトだったんで、ハロウィンの何かが NG 引っかかるのか分かんないですけど、どうなんだろうそこは。ちょっとでも最近は本当に減ってきてます、そのディズニー関係で上げてはいけないっていうのがかなり減ってきて、まあ上げやすくなったかなと僕は思いますね。なかなかあれですけどね。間に合ったこんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。間に合ったこんばんはって聞きました。大丈夫です。1時間ぐらい話す予定なんですけど、でも9時半から話しても30分話してる。マリさん喋ってます。はい。YouTube も同じタイミングで収録してるので、YouTube に上げるやつとインスタライブでやるやつと両方撮ってる次第でございます。はい。1時間やって、データ処理が20枚しか終わらないというなんという悲劇。これはもう多分途中で終わりになってしまいますね。あとはもう僕が勝手にって言ったらあれですけど、まああとは僕が頑張る感じになるかなと思います。なかなか終わんねえなこれ、1時間もやってんだぞ、データ処理っていうか、まあ現像。そんなことある？1時間の現像って、60枚で1時間の現像はマジきついっすよね、ほんと。こんにちは皆さん、ありがとうございます。こんにちは。そう、6時間で、6時間ってのはどっから来たの？本当1時間60枚を1時間で終わらせられなかった。まあ話しながらやってるから多分終わらないと思うんですけど、まあ、集中してやればガッてやれば多分終わると思うのであれなんですけど、なかなかね、現像っていうのはそういう、なんかゆっくりこう仕事をしていくのが現像だと思う。カメラワークお疲れ様です。はい、お疲れ様です。まだまだやりますよ。今10時ですが、まだまだやりますよ。なかなかね、終わらないですわ。で、このデータを、今日中っていうか、まあ、撮影日当日に、まあ、納品っていう形になるので、このデータ、まあまあ、お二人のところに送れればなと思います。目標は11時半かな。11時半に終わればいいかなと思っております。なかなか難しい。フリーは大変ですね。フリーは大変ですよ。皆さんおすすめはしないです。おすすめはしないけど、
本気でやるってなったら、あれはしない、否定っていうか、止めはしないです全然、はい、大変なのは伝えます、大変ですよっていうのを、大変ですよっていうの、言うのは言うんですけど、まあはい、自分がどこまでできるかっていうところ、私は無理、フリーは無理ですか、やっぱりなかなかね、でも楽しいですよ本当に、フリーカメラマンは大変でもありつつ楽しい。5月から多分スタート僕してもう半年経つんですけど、くっそ楽しかったです僕は写真が好きだからっていうのもあるのかもしれないですけど、なんかいろいろ学ぶことが多いので僕はクソ楽しかったです、今年1年っていうか、まあ半年やってめちゃくちゃ楽しかったです僕は。まあ人によると思うんですよね、これを楽しめる人と楽しめない人がいるのかな、楽しんでやったもん勝ちだと思うんで、僕はとにかく楽しむっていうのがやっぱモットーなので、僕はそこですね、はい、楽しんだもん勝ちじゃねっていうこれ YouTube であれなの、ありがとうございます、かけながら応援していますとコメントをいただくことができました、ありがとうございます。皆さんね本当に嬉しいですよ、応援していただけるっていうのは嬉しいですよ、はい、なかなかね、多分これインスタのライブ配信でコメントをわざわざ書くっていうのがまず手間っていうか億劫ですからね、普通は。ただその中でコメントをしてもらえるのもうめちゃくちゃ嬉しいですよ、インスタの普通の投稿にもコメントしてくれる人いるんですけど、やっぱりそれも本当にだって一手間加わってますからね、一手間加わってるのに やってくれるってもうめちゃくちゃ嬉しい、私の分まで頑張ってくださいって、何ですか、どういうことですかそれ、私の分までって頑張りましょう頑張りましょう、頑張りましょうよ、頑張ってカメラ人生、カメラライフを生きたいなと僕は思います、はい、カメラライフ、ノーライフカメラ、電車の中でコメントしてます、ちょっと待って、これ聞こえてるんですか、聞こえてるんですかね、どうなん、聞こえてる、イヤホンとかして聞いてるのかなすごいな、ありがとうございます、本当にめちゃくちゃ嬉しい、それ電車の中だってよ、電車の中からわざわざ見てくれてるっていう、もうめちゃくちゃ嬉しいですよね、イヤホンであれしてるのか どうなのか分かんないですけどね、電車の中で迷惑になっちゃいますからね普通に。めっちゃ可愛いっすよねこの写真、ほんと可愛い、うどんの話しましょうか、僕この撮影の時に、今日の撮影の時にお昼ご飯を出してもらったんですよ、お昼ご飯っていうか、まあお昼ご飯ですね、お昼ご飯を出してもらったんですけど、イヤホンしてなかったらやばいやつ、そうですね、やばいやつですね、もう僕の声が丸木声のやつなんで、はい、そう、うどんじゃねえや、お昼ご飯を出してもらって、ぜひ食べてくださいって言って出してもらったんですけど、僕うどん苦手なんですよ、でその出してもらったうどんがカレーうどんだったんですけど、カレーも嫌いなんですね僕で、カレーライスがダメと、カレーライスがダメ、うどんもダメと、ただなぜかカレーうどんになるとめちゃくちゃ好きで食べちゃうっていうのが謎の、システムっていうか、化学反応が起きてカレーうどんだと食べれるっていう謎の仕様になってて、本当に謎ですよね。皆さんそういうのあるかな、その なんかこう、これとこれは嫌いでこれも嫌い、でもこれとこれを足すと好きになるみたいな
僕はうどんとカレーなんです。カレーそれ足すと嫌いだけど足すとなぜか好きになってしまうっていう、よくわかんないですね。僕の味覚がバグってるのかおかしいのかなんわかんないですけど、そうなんですよ。謎の仕様ですよ僕の。はいはいはい。ここら辺もISO オートで撮影してます。はい。ISO オートで撮影します。ここ気になるので修正します。はい。ポイッポイッ。トマトは食べれないけど、プチトマトは食べれる。僕の場合は、両方食べれないです。僕、食べれないっていうか、嫌いではないんですけど、別に食べたくない。トマト。トマトって体にいいんですよね、でもね。食べた方がいいっていうのは、よく知ってます。はい。あ、トマトは食べれないけど、プチトマトも食べれない。だけど、ケチャップは食べれます、僕。何言ってんだよっていう。そうなんです。ダメなんですよ。ダメなんですよ、僕。でも僕、なんか変なのがあって、ゴーヤめちゃくちゃ OK なんですよ。で、ピーマンダメなんですよ。パプリカダメなんですよ。で、あとなんだろう。あれ、パクチー。切れたかな？大丈夫かな？パクチーも OK なんですよ。もう謎ですよね、本当に。めちゃくちゃ謎。あ、ちょっと待って、今めちゃくちゃ視聴率いいのになんか、ヤフオクのなんか通知が来て、途中で途切れてごめんなさい、本当に。もし途切れてたらごめんなさい。そうなんですよ。なかなかね、嫌いなものが僕は多くて、納豆もダメなんですよ、僕、茨城県民なのに納豆。どうですか皆さん、納豆食べれますか？納豆も嫌いなんです僕、茨城県民なのにっていう、本当にひどいですよね。茨城県民だったら納豆食べれろよっていうあれだと思うんですけど、本当にひどいありさまですよね。本当にもうダメなんですよ納豆。ダメです納豆ですよねですよね。納豆ダメですよね。納豆ダメなんですよね。納豆って何なんですかね。まずそもそも納豆の理論からいくと、まず腐ってるじゃないですか。腐ってるわけですよ納豆って。これ言ったらめちゃくちゃ怒られると思うんですけど、納豆は腐ってるわけですよ。腐ってるものをなぜ食べるっていう。ただこれが難しいところで、チーズとヨーグルトは食べれるんですよね。そう、調理法変えても食べれなかった。そうなんですよ。納豆って存在感のでかさ、なんなの、すげえ強く主張が強いんですよ納豆の。あ、納豆みたいな感じで来るんで、本当にもう嫌だあれ。匂いが多分、むちゃくちゃなんですよね。ただこれも難しいところで、納豆も体にいいんですよ。納豆も体にいい。茨城から出てった方がいい。納豆批判。ごめんなさい。この批判は僕、ずーっと言ってます。納豆はもう、いらんと。茨城県民なのに納豆はマジでいらねえよっていうのをずっと僕27歳なんですけど、27年間ずっと言い続けます。納豆っていう存在を消したいみたいな。そこまでかよみたいな感じになりますが、そうなんですよね。嫌なんですよ納豆ダメなんですよ納豆は。皆さん納豆と、あとなんだろう、これ嫌いなものめちゃくちゃ多いんですよね、とりあえず。めちゃくちゃ多いんですよ、嫌いなものっていうの。まず野菜結構ダメなんですよね、野菜系苦手なんですよね。うわ、データ処理マジで終わんねえ。めちゃくちゃ可愛いけど、めちゃくちゃ終わんねえ。
助けてくれ助けてくれって、これ YouTube で言うことかっていうまた YouTube、 あの1時間の動画が YouTube で上がりますよ。皆さん期待しててください。野菜食べないと病気しますよ。病気ね、そうなんですよ。病気し、そうなんですよ。肉ばっかり食べてます。僕肉が大好きで肉ばっかり食べてます。唐揚げですね。唐揚げいきましょう。唐揚げ唐揚げいきましょうよ。唐揚げばっか食べてます僕。僕3食唐揚げでも全然問題ないですね。本当に急にヴィンテージ加工を始めるっていう。あ、この色味僕今好きですわ。めちゃくちゃ好き。唐揚げいきましょう。唐揚げいきましょう。わらってきました。ぜひお願いします。唐揚げ美味しいところお願いします。唐揚げマジでこの日って決められたらもう絶対行きますよ僕。ただ年内は厳しいかもしれないです僕。もう年内っつっても日数ないですもんね、そもそも。もう12月21ですよ。やばくね、もう年越すじゃん。2020年になっちゃうよ。やば。改めて時短じゃねえ。あの、あれしたわ。ワリさん、子供撮影うまい。いや、そんなことない。マジで。今回、マジで手こずりちゃって、あの、なかなか笑顔が出せないっていうのがありましたね。ちょっとまあ、まだまだ僕の勉強不足といいますか、っていうところはありますね、本当に。人生勉強ですよ。めちゃくちゃ勉強。毎日が勉強みたいな感じですわ。そう、なかなかね、難しいですよね。お子さんの撮影は、まあ、タイミングですからね。本当に。笑顔になる瞬間ってもう一瞬しかないんで、その一瞬をいつかじゃねえ。ちゃんと撮れるかっていうのが、あれだ、大事になってくるのかなと。僕は思います。若造ですがこんなことを言います。はい、私は成人専門なので子供と犬が苦手です。ああ、子供と犬が、まあ子供の撮影に関しては多分やってないと厳しいですよね。犬ってだって別に犬はそんなに問題なくないですか。犬、ね、猫ですよ問題あれ。猫の方がもう本当に自由気ままなんで、猫の撮影は多分めちゃくちゃ大変ですよ。犬はお利口な犬だったら結構お座りとかしてくれるのであれなんですけど、お座りとかして目線は騒げば取れるんで、犬が苦手なんですね。ただ僕も正直言うと犬苦手ですよ。僕も犬苦手ですよ。あまり言わないんですけど、まあ多分今もう1時間ちょっと話してるんで、多分 YouTube ここまで誰も見てないと思うんであれなんですけど、あの、僕犬かなり苦手なんですよ。あの、仮面をかぶれるというか、犬のワンちゃんの子撮影が来てもう仮面をかぶって撮影することができると、あの、めちゃくちゃこう、いや、かなり苦手って言うじゃないですか。僕もめちゃくちゃ苦手ですからね。僕、あの、なんだっけ、あの、普通にこう散歩してるワンちゃんいるじゃないですか。あれ、こう向こうからもう、例えば普通に僕がこうテクテク、あの、仕事じゃない時ですよ。仕事じゃない時、僕がこうテクテク歩いてて、向こう、あの、反対側からワンちゃん歩いてきたら、まず信号を渡りますから僕反対側に行きますから。それぐらい僕苦手なんですよ。なんで僕ワンちゃんの撮影の時はマジで、あの、気合い入れてこうフェイスをこう保ってますね。笑顔フェイスを保ってます僕。なんか仕事っていう
風に なるっていうか、なんだろうな、作ってる笑顔になっちゃうかもしれないんですけど、でもそれを犬に感じさせないっていう感じさせたら負けだと思うんで、感じたら多分ワンちゃんはこう噛みつきに来るんで、それをさせない、お前好きだぞ俺はっていうのを頑張って出すっていうのをやってます。僕はワンちゃんの撮影の時は嫌いだけど頑張ってる。世界観も独特ってな、どういうこと世界観独特、モアリさんの世界観独特。そうなんですよ、もうとりあえずフェイス、なんだろう、こう仮面をかぶるっていうか、あの苦手ってしないことを僕はやってますかね。ワンちゃんの撮影の時は特に、僕はあのワンちゃんだけじゃなくて動物全部ダメなんですよ、カメ以外カメは僕好きなんですよ、カメちゃん。ディズニーみたいな独自な世界観、あー分かるかもしれないです。ディズニー僕参考にかなりしてるんで、ディズニーのキャストとかそういうなんかすごいいいキャストを参考にしてます。僕あのパフォーマーになりたいんで、撮影パフォーマー、なんて言うんだろう、エンターテイナー、撮影エンターテイナーみたいなやつを目指してるんで、僕ディズニーエンターテイナーじゃなくて撮影エンターテイナーを目指してて、僕はもうとにかく楽しく楽しく楽しませるっていうのは僕はやってますね。はい、とにかく自分を楽しませるって、自分が楽しんで笑顔になってそれをが伝わればいいかなと思ってますね。はい、あのディズニーで働いちゃいなよって今メッセージ来たんですけど、ディズニーで働くのは違うかなと思うんですよ。これなんでかっていうと、ディズニーの裏側見たくないんですよ。裏側は裏側見たくないんです。小声で言ってるけど全部聞こえてる。YouTube も流すしな。そう、裏側見たくないんですよ。こういうの見たくないんですよ。こういうの。わかります?こういうの見たくないんですよ。ディズニーでいたい。頭はディズニーでいたいんですよ。視聴率少ないから言っちゃいますよ、そういうの。こうやってわけわかんないこと言う、あの、すごい暴言を吐くと視聴率上がるっていうのやめてほしいな、ほんと。暴言を吐くと視聴率上がってほしくないよ。ディズニーね。マリさんのマリを思い出した。どういうことですか?マリオのあの画像はマジで神がかってましたよね。インスタでライブ配信してんだ。インスタでライブ配信。あのね、あのマリオはやばいですよね。めちゃくちゃ爆笑しながらやりましたわ、僕あれ。楽しみながらやってました、あれも。だからもう基本的に楽しむっていうのは大事ですよね、やっぱりね。楽しまなきゃやっぱりやっていけないんで。楽しんじゃいなよ。You 楽しんじゃいなよ。かわいいけどな、この雰囲気は。難しいね、なかなか。はい。Sit。どうすかな、色味。こっちかな。撮影の合間に見たので。撮影の合間にあれは見てはいけないですよね。皆さん、あの、マリオ、僕のマリオのあれを見てほしいな。みんなに見てほしい、あれは。こんにちは、皆さん。こんにちは。こんにちは。顔ちけえよ。顔がちけえわ。ブレそうになりました。撮影の合間にあれを見てはいけないやつですよ。絶対に。いや、あれ、あげたの、そんなに、あれ、何時でしたっけ、あげたの、あれ。
そんな夜だった気がするんですけど、僕あのマリオの画像を上げたの。あーミスった。あれ夜じゃなかったでしたっけ、あれ上げたの。めっちゃ夜だった気がするんだよ。いやー本当に寒い。今この現像はなんでこれ全部統一したかっていうと、ここ基本的に一緒なんで変えちゃうと変な風になるかなと思って、全部合わせました、はい、逆にね変えちゃうとおかしいやつもあるんで変えずに統一感っていうのは大切にしないといけないかなと思います。はい、統一感とは、統一感を大切にしないといけないかなと思いますっていう人が、インスタグラムの、投稿がめちゃくちゃバラバラなんですよね、僕ね。本当にあれはもうしょうがない。だって好みが違うのはみんなお客さんによって。お客さんによって好みが違うから、それによって合わせると、やっぱりこう、ね、変わってきちゃうんですよね、やっぱりね。非常に変わる。お客さんの好みに合わせなきゃいけないんで、やっぱりそれぞれこうなんかビビッとが強い方が好きな人もいれば、逆になんだこう今風のなんだヴィンテージ加工みたいなやつが好きな人もいるんで、それぞれにこう合わせなきゃいけないと思いますよ、僕は。なかなか難しいむずおなんですけど、ね、これライブ配信って、あれですよね、1時間までですよね、多分ね。これ、急に出てくんのか。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1って。だから多分、皆さんっていうか、今1人しか見てないと思うんですけど、9時半までです。9時半じゃない。10時半まで、ライブ配信をしたら、終わりになります。はい。ということで、皆さん、準備をお願いしますね。はい。10時半までです。10時半まで。10時半を過ぎて多分ライブ配信はできない。1時間、多分インスタは1時間までなんで、1時間ライブ配信したら終わりっていう形にしようかなと思います。YouTube これどうしよっかな、最後までやろうかな。今41枚まで来てるんですよ。残り20枚。残り20枚なんで、現像全部やって、YouTube は全部上げてやろうかなと思います。思いまする。なんだよ、お前みたいな。思いまするって。今、電車降りました。お疲れ様です。お疲れ様ですですよ。電車の中、見ていただきありがとうございます。イヤホンをしてまでも、ライブ配信を見ていただけるっていう、すごいありがたい。そして、大して面白いことを言わずにごめんなさい。普通のことを淡々としています。ちょっとヴィンテージ加工入れてみますか。6番、僕6番好きなんで6番入れてみます。こんにちは皆さん、こんにちは。仕事をしながらライブ配信をしてます。カメラのデータ処理をしながらライブ配信をしてます。納豆批判ありがとうございます。納豆批判、うん、まあどうせ納豆の紹介してくださいっていうのが来ても全部断るんで、スポンサー、納豆のスポンサーはマジで断ります。全部もう本当に無理なんで、納豆だけは絶対無理です。本当に嫌だ。あと5分ですが、まだ仕事は続けようかなと思います。で、YouTube に今撮ってる動画も続けていこうかな。このまま喋り続けた方が僕的に今楽なんで、このまま喋り続けようかなと思います。はい。YouTube で納豆動画を絶対無理です。納豆食べろってことですよね。絶対無理ですよ。食べれないです、絶対。
死にます僕。あの納豆を食べないで、この納豆を食べなかったら死ぬよって言われたら死を選びます僕は。迷わず迷わず死を選びます。絶対もう絶対それぐらい嫌です僕は。納豆本当に納豆だけは勘弁してほしい。それ以外だったら結構我慢して食べれるかなって思います僕は。意外とさっき言ったトマトも意外と我慢して死までは選ばないです多分。納豆は死を選びますなかなかねいないと思うんですけど、納豆を絶対食わない。もう子供の時にも誓いましたこれは。一粒は食べて吐き出したんで僕、もうそれ以来納豆は食べてないです。茨城県民なの。茨城県民の人にみんなこれ多分ブーイングだよ。ブーイング絶対ブーイングを食らいますよ僕は。うわーかわいい、これめっちゃかわいいわ。この何振り返り、お子さんの振り返りはもうめちゃくちゃ神がかってかわいいですよね本当に。マジでかわいい。今回アイテム撮影の小物アイテムめちゃくちゃ持ってきましたからね。もうすげくかわいい。中央を暗くして紙写真、気になる紙写真ですよこれマジで。とりあえずやっぱりこう笑顔とかもちょいちょい出てるんで、そのやつは本当に可愛いです。私も随分カメラ触ってない。いやカメラ触りましょう。僕カメラ触らない日ないですよ。もうなんならいいですよ、もうここにありますから僕ここにありますから、ここにこういう感じで、もう常に触れる状態にいますから僕はカメラをこれ可愛いんだよね。あ、これも可愛いんだ。ちょっと可愛いの続いてます。可愛いのが続いております。これちょっとコントラスト高いな。あ、いいですね、いいですね、いいですね、可愛いですね。ふんわりさせたいな。カメラをこう常にこう触れる状態にしとかないとダメですよカメラマンはカメラを常に触れる状態にしておくっていうなんでだよっていう、そんなのいらねえよみたいな感じで常にもう違う部屋にもカメラ置いてありますからね、どこでも触れるように。そんなのいらないよっていうコメント待っております。かわいいの言い方が変態、うっそマジっすか。かわいい変態ですか、かわいいの言い方。じゃあデータ処理してる時ってこうめっちゃ笑っちゃうんですよね、わかります、どうですかこう思い出すんですよ、あ、この時こうだったなっていうのがすごい思い出して、笑っちゃうんですよ、そのことを思い出して。どっちかって言ったらそっちの方が変態じゃないですか。あと24秒23秒に出ました、20何秒だけです。あとインスタライブが終わります。皆さんご清聴ありがとうございました。うわすげえ、めっちゃいいところで終わった。ライブ配信、ライブ動画は終了しました。視聴者数52人。ありがとうございます。はい。ということで、インスタライブの方は終わりましたが、こちらの YouTube の方はまだ撮り続けようかなと思います。私の過去最大の動画が、前回っていうか、この前やった、新潟に行った時の、車車載動画ですね、太田さんと行くっていう、あの動画が確か1時間23分とかだったんですよ。
それを確実に飛び越えて多分行きそうな気配が今ひしひしと感じております。しかも今これを言うのがこのタイミングで言うかそれっていうのを今言っておりますね。もう1時間撮ってるわけですよ。 YouTube ライブ配信が今終了したわけですから、1時間撮ってる中でそれを今言うっていう感じなんですが、まあまあまあ、ここまで見てくれてる人はなかなか少ないと思いますが、まあ最後まで見ていただければいいかなと思います。まあちょいちょい全くこのインスタライブの方に集中しすぎて、カメラの設定とかは言ってなかったんですが、ここのデータを見ていてもらえれば F2 で撮ってんだな、シャッタースピード640とか ISO 感度何とか、レンズのミリ数とかカメラの種類とかも分かるかなと思います。で、前半の3枚ぐらいかな以降は全部 5DMark3 で、今回撮影しております。はい、なんでかっていうとちょっと暗めだった、曇り、天気が曇りだったのでちょっとだけ露出不安があったので、まあ、どっちかっていうとフルサイズで今回は撮影したっていう形になります。で、通常だと APS の富士 の、 カメラで撮影をするんですが、色味が本当にいいので、それで撮影するんですが、今回はキヤノンの方を使わせていただきました。はい、ということで、まあまあ、これ今後もちょっと今やっていこうかなと思います。あと、まあ、この枚数見てもらえば、49枚まで来てるんで、あと11枚データ処理をやりつつ、まあ、ゆっくりお話できればなと思います。まあ、今回の撮影はなかなかこう、手こずったんですが、やっぱりこう、やっぱ撮影っていうのは面白くて、本当にこう、楽しんで撮影してもらえれば、僕はいいかなと思うんですよ。で、やっぱこう今回撮影しててお母さん結構不安そう、お母さん不安そうっていうか笑顔大丈夫だったかなっていう不安そうが不安な感じはあったんですけど、意外と今この何データ処理を見てて意外といいんじゃんって思ったんです。僕的には意外と可愛く、まあ、撮影いけてるなっていうのが率直な感想、データ見て率直な感想かなと思います。まあこの捉え方は本当に微妙で、人それぞれで、いやもっといけたでしょとか、もっと取れたでしょとかっていうのはあると思うんですけど、僕的には結構もう満足の写真が撮れたのかなと思います。なかなか可愛く撮れてたんじゃないかなと、はい、思います。はい。そうですね。まあ、今回は、まあ、こんな感じでダラダラとお話ししてますが、まあ、題目もなくお話してるんですけど、今度、太田さんと、まあ、先ほども言ったんですけど、京都に、まあ、行くわけですよ。京都に行くわけですが、行くんですけど、なんかまあこう皆さんおすすめがあればそこ行きたいなと思うんですけど、皆さんコメントもしここまで見てる方で多分かなりマニアックな方で多分いないと思うんですけど、まあここまで見てる方がいればコメント書いていただけると嬉しいです。はい。で、まあ京都行くにあたって、またやります。社内動画。はい。車載動画、今回はバカですね、はい、今回バカのように撮ります。なんでかっていうと、まず車で多分6時間ぐらいかかるんですよ。で6時間全部回しっぱにしてやろうかと思って、で6時間動画を、作ってあげようかなと思います。あ、もちろん休憩のこの何サービスエリアとかそういうところは、許可が多分大変だと思うんで、映さないです。はい。なので、本当に車内だけ、車載動画だけをやろうかなと考えております。はい。なので、また皆さん、
本当に、まあ、一応題目はまあ決めていくんで、決めていくというか、まあ、題目を、まあ、これはこういう内容で話していこうみたいな。で、目次も今回も頑張ってつけるので、もしよろしければ見ていただければ幸いです。めちゃくちゃバカみたいな動画にしようかなと思いますので、これ誰見んだよっていう動画にしようかなと思ってるので、ぜひ皆さんよければ見ていただければいいのかなと思います。こんなん見ねえよって言われたら、まあそれまでですよ本当に。でも見なくてもそれは全然いいですわ。本当にもう完全なる趣味でやってるんで、めちゃくちゃバカだろっていうあれでやってるんで全然いいんですけど、ぜひ見る機会があれば見ていただければいいかなと思います。はい、ということで、だいぶ終盤に差し掛かっているかなと思いますが、まだまだ続けますよ。はい、あとなんだろうな、話しておかなきゃいけないことあるかな、特にないか。あ、皆さん年越しですが、皆さんぜひお参り、僕今年行けないかもしれないんですよ。だから京都でもしかすると僕は初詣になるかもしれない。太田さんと2人で初詣を京都ですると、僕の場合ね、かなと、そうなるかなと僕は思います。京都めちゃくちゃ楽しみなんです、ね、あ、で、行く場所はもうある程度僕が行きたい場所は決まってて、あの、太田さんもまあ、3つほど出してもらう、なんかこう、行きたい場所をそれぞれ3つほど出そうよっていう感じで、まあ、なって、で、僕が行きたい場所はまあ3カ所ほど、出して、で、太田さんも行きたい場所は3カ所出してっていう感じで、まあ、やるんですけど、僕は、長谷尾さんですね。長谷尾さんがよくこう、撮影してる、貴船神社。貴船神社ですよね。貴船神社と、あと何だっけな。あ、ただ、あと、貴船神社と、あとあれだ、難しいやつだ。なんかくぐるところです。くぐる。適当、なんかくぐれるところに行きたいです。くぐれるところ、安いコンピラ宮かな。はい、多分そうだった気がします。そこに今行きたいなと思って、もう一つ考え中なんですけど、どこに行こうかなっていう考え中なんですけど、ぜひね、皆さんなんかここおすすめだよっていうところがあれば、まあ、そこ行ってみたいなと思いますので、ぜひぜひぜひ、はい、コメントで、まあ、見てる人はいないと思うんですが、書いていただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、京都は非常に楽しみ。なんですかね、普通にこう修学旅行とかで行くような場所に行きたくないんですよね、僕的に。なんで結構こう変わってるところに行きたいです、僕個人としては。なので、こう、そこ、何それっていうところを、コメント欄で募集してます。見てる人いないと思います。はい。ということで、まあ、ちょっとこれ難しいな、この処理。あ、来た来た来た。なんでそっち飛んじゃうんだろう。スイッチ。よいしょ。いい感じかな。まあ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 、このぐらいにしておこう。うん。足ピントですね。足ピント。これもうちょっとアップ、トリミングしちゃいます。しちゃいましょう。トランクケースにまさか入るとは思わなかったの。ぴったりですね。ぴったり。ぴったりサイズ感。よかった。トランクを持ってって、で、結構小物の値段というか、小物結構高いんじゃないですかってすごい言われたんですけど、意外とそうでもなくて、ヤフオクとかで必死に探せば、結構いい値段で売ってるというか、
このトランクケース多分1500円ぐらいです。で、送料が高くて、送料もやっぱ1000いくらぐらいしちゃうんですね、送料が。なんでなんか送料の方がもったいないなみたいな感じにはなるんですけど、全然安くトランクケースとか売ってるんで、結構トランクケースっておしゃれになるので、おすすめですね。撮影の小物としてはすごくおすすめです。はい。ぜひ皆さん、お子さんの撮影とかはかなり使えるかなと。どっちか、大人の撮影ではなかなかこういうのを使うとかはないと思うんですけど、でも、使えなくはないと思うんですよ。トランクケースも普通に持ってもらって撮ったりとか全然ありだと思うんで、ぜひ皆さんこう撮影小物が欲しいなって思う方はヤフオクとか意外とおすすめなので、ぜひ見てはいかがでしょうか。安いんですけど、ただそれ検索の時間がめちゃくちゃ取られるわけですよ。でウォッチリストに入れて、このやつもっと値引きしないかなとかっていうのを見たりするので、その時間とかがかなりもったいないっちゃもったいないんですけど、ただやっぱり安さに変えられないんで、たくさん買えるじゃないですか、安ければ、いろんなもの、いろんな小物なので、まあ、どん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 そうやって僕はコレクションを増やしていってる感じでございます。それでかなりアイテムが増えたっていう感じになりますね。はい。これ皆さん違いに気づきました？今。さっきの写真とこの写真の違い、集合写真の違い、集合写真か、まあみんなで撮る写真の違いを皆さん気づいたかな？いいよ。俺の顔がすごい赤いな。違い、いきますよ。はい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 。みんなの距離が縮まったとかじゃないですよ。はい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 。お子さんが起きてるということで、最後、撮らせてもらいました。笑ってます。はい、バッチリです。いいですね。ありがとうございます。よかった。せっかくだから、周りくん、抱っこしてよって言われて、お母さんに、ママに、いいんですかって言って、抱っこしてもらいました。嫌がることなく、撮影できたので、よかったです。この子が大きくなったら僕は泣いちゃうかな。お兄さんじゃねえや。近所のおじさん感覚で行くと泣いちゃいますよ、僕は。の感じですね。非常に涙もろくなってると思うんで、その頃はおじさん、完全におじさんになるので、本当におじさんになるので、これは縦構図にしましょうか。はい、ほいっと、いいか、横にしとこうか、ね、この感じが可愛いですね。さいっと、はい、こんな感じで、ちょっと暗いかな、こんな感じで老現像終わりです。はい、あとは保存してお二人に送るっていう形になります。はい、今回ご視聴ありがとうございました。1時間、でも十何分かな。もしかすると前回の1時間23分の動画を越すことなく、動画がアップロードできるのかなと思います。それでは、以上です。バイバイ。ここまで見てくれた人、はい、キーワードを言います。キーワードをインスタのダイレクトメッセージで送っていただければ、何しようかな。なんか面白いことします。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。どうしようかな。撮影5000円引きでいきましょう。撮影5000円引きです。はい、ここまで見てくれた方。撮影キーワードを言ってくれた方、ちなみにそうですね、はい、撮影キーワードを、はい、言います、キーワードを言います、リトルグリーンメンうさたまポンでお願いします。はい、リトルグリーンメンうさたまポン、はい、
リトルグリーンメンウサタマポンで、はい、お願いします。でこれを、インスタのダイレクトメッセージで送っていただけると撮影5000円引きです。はい、多分見てる方はいないと思うので、言ってます。はい、それでは以上です。バイバイ。